こんにちは、のんびりです。というか、ボケ防止に新しく結成した架空ののんびりバンドです。どうぞよろしくお願いいたします。暑すぎてお外には出れません。クーラーの効いた室内で頭の体操を行いました。前回まではスタジオ16の使い方を思い出しながら遊びました。シニアには荷が重い遊びです。全然わからない音楽ですか。可能性は未知数です。いつか良いメロディーがひらめくかも。では早速、おう。まず平凡かなって思うほど、どこにでも流れてるような単調なメロディーをピアノで弾きました。タラララって流れるところが一番のポイントなんです。ドラムは普通にズンチャズズンチャの繰り返しでいきました。あまりでしゃばらずのタッチです。テンポ合ってますよね。最後だけババババババーンと締めますよ。次はベース。うまくはまると締まるんですが、非常に難しいです。お茶目な女の子でごまかしましたが、目が忙しすぎました。アコースティックギターっていうやつです。何か昭和のロマン、かぐや姫的イメージでいいですね。昔は NSB とか井上陽水とか吉田拓郎とかよく聴いたものです。出だしだけ。優しいタッチで、足の下で高校生が練習しているようなイメージです。手拍子いいですね。やっと鍵盤の場所見つけました。ここ調べても書いてないので、鍵盤をしながら探しました。C5 あたりに入りました。合唱と合わせてメリハリ出ましたね。では全員揃って、oh.
このダサ作品たちはのんびりライフ動画でどんどん使っていくつもりです。嫌でも皆さんの脳裏に残るように。またダサ作品たちは曲だけ集めたチャンネルのんびりバンドにアップしますので聞いてやってください。寝る前に